指を怪我していますので、あしからず。こんにちは、チョコです。今日は、こちら、姿勢の漢字の違いについてご説明していきたいと思います。熟語の構成として熟語の頭にこの漢字をつけると否定の言葉になるよっていう風に学校では習うと思います。では実際にひ、に、む、ふの違い、皆さん考えたことありますか？実は言葉によってはひがついたりふがついたり、そんな言葉もあるんです。どうやって見分ければいいの？というお声をいただいたのでご説明したいと思います。まずは非という漢字ですね。非常識とか非力とか非合理的なんていう時に使う言葉ですね。この非というのは何々にあらずというふうに漢文では読むことが多いです。では意味を見ていきましょう。この非という言葉には違う、そうじゃないよっていう意味があります。そうじゃないって意味ですね。このそうじゃないっていうところに関してはきちんと正しいものが本当の正解があるけれどそうじゃないっていうのが非という言葉です。例えば非常識、常識というきちんと定まったもの、常識的に正しいよねみたいな時に使いますよね。常識っていうものがあるけれどそこから外れているっていうのが非常識ですね。非力も見てみましょう。力っていうものはもちろん強い方がいいんだけれどまだその状態じゃない、まだ力がないので非力、その時に使います。では続いてみですね。このみっていうのはまだその状態じゃないっていう時に使います。例えば未完成とか未読、あとは未公開なんていう時に使いますかね。未完成であればまだ完成してないので未完成、未読は皆さん LINE とかでも最近よく使いますかね。まだ読んでないので未読となります。未公開はまだ公開されてないっていうことですね。ではここで非と未両方使えちゃう単語比べてみたいと思います。未公開と非公開ですね。未の方はまだ公開されてないと説明しました。では非の方はどうかというと、公開っていう正しい行為があります。それをしない状態なので見せないってことになりますよね。こんな風に同じ言葉にいろんな否定の言葉を使える時があります。では漢字の説明に戻ります。次に、む、ね。まあ、読んで字のごとく、ないっていうことです。無気力とか、無味とか、無臭とかですね。後ろについた言葉が意味するものが、ないよっていう時に使います。気力がない、味がない、なんて時ですね。最後に、ふですね。ふっていうものは、単純に後ろにつく言葉の意味を否定する時に使います。例えば、不安とか不合理、不完全とかですかね。不完全であれば完全じゃない、そうじゃないっていう風に否定をするときに使います。実はこの不は非とちょっと似てるんですね。どっちもそうじゃないよっていう意味を表しています。ただ非の方に本来正しい姿があってそれに照らして良くないとかそうじゃないっていう風に使うのに比べて、ふっていうのは単純に否定の意味を持ちます。この2つの使い分けもちょっと気をつけてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。今日はチョロが4つの否定の漢字の意味についてご説明いたしました。少しでもためになったなと思う方はぜひ、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、またねー。